Hey guys, it's Yumi from English Boot Camp. Today I'm going to teach you how to pronounce the in a natural way. 皆さん、こんにちは。English Boot Camp の y u です。今日は、定漢詞の the ですね。えー、この the の自然な発音の仕方についてお話ししたいと思います。で、漢詞の the っていうのは、これもちろん the だけ単体で使われるっていうことはないですよね。必ずの後に名詞がきますね、The、なんとかで「すよねでだ」の前に何かがやっぱり文章の中でね、えー、つながってるので「だ」の前にも当然ながら単語があります。なのでその自然な流れの中でこの「ザっていうのをどういう風うに発音するかということなんですが。 他にこの th の発音の仕方のを詳しく解説しているビデオがありますのでまたそちらを参考にしていただきたいんですけれどもこの「th」っていうのは「th」っていうふうに舌をすごい前の方にやってこう舌をこう上の歯と下の歯で挟む形で「th」ってやることはねほとんどないです。だだだだってていううに発音するってことこはなくて と軽く下はもうちょっとね中に入った状態でだだ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 だっていうふうにほとんど多分ね見えないと思いますだだ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 こんな感じで発音することが多いですで例えば、えー、よくあるパターンでね、えー、何パターンかを、えー、今日は紹介したいんですけれども、えー、どこどこにいるよとかどこどこにのそばにありますとかっていう時のあっ、えー The この組み合わせです。前置詞の「@」が来て「the」が来る場合。例えばドアのところにあるよとかっていう時は、「at the door」。「at the door」ですね。「at the door」。「at the door」とかというふうには言わないです。えー、まずト前置詞の「@」が「えー、at」ではなくて、「ut, ut, ut, ut」っていうふうに、手話ですね。曖昧ボーイになります。 で、t は発音しない。t はストップがかかります。あっ、あっ、あっ、っですね。このストップ t についてもまた他のビデオで解説しているのでね、見ていただきたいんですけれども、舌が上に上がったところで息を止めるだけです。あっ、ってやらない。あっ、あっ、あっ、っ、止めてください。そのまま、舌は、 上の天井ですね、えー、に軽く触れる感じ前の前場の裏にちょっと触れる感じであった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 ですあった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 となりますなので軽く軽く下をちょっと上にポンポンと動かすだけあったあったドア o r あった d o ですねもう一つ今度は例えばインが来るとき 例えば in the room とかね、いうときですね。え in the, in the っていうふうにやらないです。え in のときって n で下が上につきますね。in, in, 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 うんうんうんで下先が上についてます。で、そのまま、もう the は n に吸収されます。なので、下を動かさない。in, in, in a room, in a room. in a room となりますなので「ザなのか「あ」なのかね音だけ聞いてると同じなので分からないです。in a room ですね on も同じですね on も N で終わるので「女」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 となります。「on the wall」「on the wall」ではなくて「女」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 ってになります。 最後にもう一つ。今度は with が来るとき。with, da, with, da っていうふうにね。<laughs> いうふうにならない。with, a, with, da, 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 da やっぱり舌は、えー、歯の裏にちょっと触るぐらいでいいです。with, da, with, da ってやらずに。with, a, with, a, with, a, with, with ですね。with a glasses, with a glasses 眼鏡をかけてるっていうときね。with a glasses, with the glasses となります、ねえー、なので、at the とか in the とか with the っていうふうに舌を前に出そうと思わないでください。舌は歯の内側ですね。なので見えないぐらいで構わないです。えー、最後に皆さんで練習してみましょう。いきますよ。at the door.at the door.in the room. In a room, with the glasses, with the glasses. どうですかすごく自然な感じになりますよね。これがまあ英語の自然な話し方というか、あの自然なリズムになっているので、こういうね、舌をこうわざとらしく動かしすぎない <laughs> っていうね、ことをちょっとあの気に入めてもらえるといいかなと思います。 以上、ザ、えー、のね、ナチュラルな言い方、ザ、えー、のリダクションパターンを今日は説明しました。またこんな感じで、この、ね、TH、ザだけに限らず、TH と前置詞の,このつながりっていうのは、すごくね、いろんなパターンがあって、非常に深いので、また何か機会があればあの説明したいと思います。OK?See、okay? you next time. Bye!